こんにちは、ブルーホスです。まあ、せっかくなんでね、あのチャンネル登録とグッドボタン押してからね、この動画見ていただけたら嬉しいでございます。ブラズバックさんの方もね、まず登録とね、グッドボタン押してから、まあ、メタルポリマーコンポジット、タイムトゥファイトファイアウィズファイア。ポリマー。ポリマーってどういうあれなんだろうね。まあ、とりあえずね、まあ、いきなりクライマックスみたいな感じでね、まさかボスと戦ってみたいな。出てくるガードが攻撃なんだよね、この武器がね。で、まあ、この乗り物に乗ってて思い出したんだけど、最近ね、ちょっと親友と、まあ、会う機会がありまして、でその親友と、まあ、2年ぶりくらいに会ったんだけど、やっぱね、4月に駐車場で、まあまあ、奥さんと買い物をしたときに、駐車場に車を止めて、で、ちょっと車を出し直そう、出し直そうというか、まず、ちょっと、一回出して、もう一回入れ直そうってしたらしいんですよね。で、その時に、前を通った車が通り過ぎてから出して、で、さあ、いざバックしようって思った時に、なんかその通り過ぎたはずの車が、一方通行にもかかわらず、なんか戻ってきたらしくて、で、バックした時に、そのフロントのところに当てられてしまったっていうね、まあ、要は事故ですわっていうのが起こったらしいんですよね。で、残念で、普通はその向こうがね、で、普通に考えると、まあ、向こうが悪いわけですよね。こっちはその、ね、下がってきてて、ぽい向こうがその下がってきてて、こっちは止まってたわけだから、ところがね、一個問題があって、そういう事故って、そのこっちが止まってて、で、で、向こうが、その、一方的に動いてて、バックしてきて、みたいなことだと、通常は10-0で、まあ、向こうが悪いんだけど、それって適用されるのが、実は、なんかすごい遅いな、なんでだ。実はそれって、行動だった場合らしいんですね。で、ショッピングモールの駐車場で起こった出来事だから、残念ながらそれ私有地で起こったっていう扱いになるんで、その法律が適用されないそうなんですね。残念ながら、だから、まあ、10-0にすることがなんかできないらしくて、で結局なんか4月に起こって半年間くらいかけて結局なんかすごい相手がこねてなんか最初は7-3だったら受け入れますみたいなこと言ったらなんかそれが受け入れられませんとかって言ってこねてでその後に、まあ、そのトータルでもらえるお金っていうのは少なくなるけど、まあ、向こうが6-0だったら受け入れたらしいんですけど6-0もこっちがなんかその提示した額が高すぎるからその保険会社で事故ってきたやつの保険会社が提示する額に変えてやれみたいなのを思ってるわけで自分はね人の命を奪うかもしれないという事態を起こしたくせにでそういう自覚がなくてなんか金のことでこねるみたいなことはあったらしいんだけどあこれ終わった終わったわアロホモーラーアロホモーラーと思ってドア開けるやつだったっけわーパチンチューン顔なんだよ顔あ多分顔だよなこれ打ち続けてたらなんか打ち続けてたらなんか急な謎がイベント戦になってるからわあ。ね、もう10センチ腕が長かったらおばたは小さいでたまたまが4つくらいできたかもしれないあこれ爆発これでやってみるこれあれじゃん全然やつ抵抗できないじゃんちょっと待ってあ違うな観客が俺だけで悪いな。なんか感染してる人がいるのね。それは知らなかった。
攻撃のやり方は変わらないわけなんだな。ところが爆発物の陳列剤のおかげで奴は攻撃を仕掛けられない。ほう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 。じゃあもうあれだよね、まあ一方的に一方的にうれうれ今どんな気持ちいい。こんなしょぼい威力の攻撃に、ね、まあ来いよってめっちゃ向かって言ってんだけど、むしろお前が来いよ。俺あれあ外した。甘いな、甘いね。なるほどね。ってことはこれ炸裂弾とかを使っておくと、もっとチュロンチュロンさせられたわけだ。あれ結構外れるな。あでもなんか考えられる。マジですごい痛そう、かわいそう。ここまで来たらもう終わりだよね。で最終的にまたジバジバの実で覚醒して、でなんかそうだね、俺まだワンピースの話聞いてないんだよね。ワンピースの話聞いてないじゃなくて、なんかジバジバの実がなんか覚醒を起こしたらなんかすごいことが起こってるみたいな。まあでもさすがにワンピースの展開はなんかすごい面白いけど急すぎたなっていう感じがするんだけど、これさ、ちなみに何も操作しなかったら、あ、じゃあこれ何も操作しなくていいんだって言って、ここはあれなんだね。あ、やっぱ操作したな。でも操作のコマンドが出なかったよな。あれ俺が今押したそれでも勝手にムービーシーンだった。まあね、俺に協力しようじゃなくてゴーストを振り戻す手助けをしてやるよってもし言ってたとしたら、もっと違った結末になったかもしれないのにね、うん、やっぱりその力関係を見誤った結果こうなったっていう話ですね。アイゼンベルクの機械、あ、脳みそなんだ、やった。ってことは脳みそもらったってことはゾルダード作れんじゃないね。Ethan, I heard explosions. What the hell happened? I dealt with Heisenberg. Now I'm gonna find Miranda. あれちょっと待って、爆発起きたけど大丈夫かって言ってるけど、爆発起こしたらこっちじゃない？っていう。Wait there, you hear me? はい、待ってきます。ただ急に井戸が出てきた。Ethan, respond. Mia?ここであれなんだろうな、姿を表したんだろうな。もうだってとどめさせる5秒前みたいな感じだったんだけど、わざわざ時間をやって種明かししてって、なんかこういういろんなあれだよね、ゲームに出てくるボスの人たちってさ、わざわざこうなんか自分が倒されるための隙間をわざわざ与えてくれるっていうすごい優しいところがあるよね。あ、急に姿を現した。まあ確かに機械だからな。どうなんだろうな。見た目は、見た目はその奥さんになるけど中身は変わらないとかなったりするのかな。やっぱよくさ、アニメとか漫画とかドラマとかでさ、そのお前本物かってなった時に青年が聞いたりとか、プロポーズした場所はどこだとかそういうのを聞いたりとかするっていうのはあったりするのかな。ローズは彼女の後継。Rose is Evelyn's true complete form. この時の研究段階とシャドウゾーブローズをやってた時の研究段階っていうので、まあ、どんなのだったんだろうな。 Fuck you, you crazy bitch! こいつ撃ったらいいのにね。あ、でもそっか、撃ってもし万が一倒せちゃったとしたらローズがどこにいるのかわからないとか、あのフラスクの4つに分かれたバーのローズになっちゃうから、そこはよろしくないよねみたいな、そういうオチだったりするのかな。She will be reborn as my daughter. She's my child, not yours. Ah, そんなことしちゃった。目を、あ、消えた。あれ。Where are you? Show yourself. Why did Rose come to be? あ、違う、まだ。Was it because of her parents? よかった。And you are truly a special case. But I've learned all I can. 心臓を満たすほどの力を持ちながら。Your worth as a lab rat has run out.まあでも残念だけど、まあ、自分の力を分け与えたやつにやられてしまうというのは本能だということにしましょう。やられちゃった。エンジョイみたいな、ごめん、その英語できないからエンジョイなのか、やられたのか。お前の血は後でじっくり研究する。研究をしてくれるんだ。あ、どうもありがとうございます。The ceremony will be complete, and I will become her true mother, bound for eternity. True mother. 真実の殺人者。なんか、名探偵コナンみたいな。名探偵コナン、真実のマーダー。True mother. I've waited so long, but dreams really can't come true. ここはちゃんと一緒なんだね。
Yes or not, I can't wait to see my true child again. この時やっぱちょっとあれだよね、若干巨乳に見えるよね。でも実際脱いだらだから、多分パッといっぱい入れてんだろうな。それかまあ年のせいでしおれてしまったかだよね。そんな失礼なこと言ったらダメだよ、うん。女性はいつまで経っても美しいものである。でもそれは本当思うよね。やっぱ女の人ってさ、年を取れば年を取るほどさ、綺麗になっていく存在だったりするじゃん。男はさ、年を取れば年を取るほどさ、駆逐されていくじゃん。なんかもうね、腐っていくよね。髪の毛もハゲ散らかすし、脂肪はたんまり蓄えていくしさ、どんどん汚いし臭くなるしっていうね。ああ、なんか自分で出てて虚しくなってきたわ。どうしよっかな。短い、今何分やってんのかな。まず多分7、8分とかだよね。だったらもうこのままやっちゃうか。Share your screen. ね。画面を共有。状況を振り返ろう。振り返り。振り返り。振り返り。Yesterday, we took down the transformed Miranda, but we didn't kill her.この時点で殺しきれてなかったっていうことだよね。まあ、そりゃそうだよな。だって、マグナムで何十発も撃っても死なないんだろうから。Since Miranda could have infected Ethan, I forcefully took him and Rose with us. But the vehicle they were riding was attacked. 静電気がちゃんと発生するタイプの手袋をつけてるってことだよね。Ethan and Rose were gone. 時々あるよ、なんか手袋をつけてても操作ができるっていうやつね。The last timeI was able to contact Ethan. I heard Miranda's voice. She murdered him. And she is not gonna get away with it. もうあれだよね。仲間が死にすぎても、死んでいくことに関しての抵抗力っていうのがないんだよね。What's that, sir? The mission? しわしわやな、タバコ。しまい方が下手くそだった。まあそういうこともある。Three years trying to put this thing in the ground. なんとなくだけど、バイオハザード3のさ、映画の方 の, カルロスが最後にタバコ吸って爆発するシーンみたいな、なんかそんな感じだよね。一服がたまるんだよ、ふーっつって。バイオ3の先っちょがなんかね、紙で巻かれているっていうのは、あれはアメリカって外国特有のものなのか、ムキムキやな。どうなんだろうね。どうしよう、どっか適当なところまで進めていって、They didn't waste any time. こういうのが喫煙者やるから嫌いなんだよね。No, doesn't change anything. 僕の住んでる地域もその C 全体がそもそも行動でタバコを吸うのが禁止されてるんですよ。なのにそれを普通にタバコ吸って本来それ条例で決まってることだから破ったら2000円罰金っていうのがあるんですよ。でも僕残念ながらその権利もないし、警察もそれは待ってた K。Roger that, I'm on it. お、K、K 目玉いっぱいあるよ。Been a while since we fought together, Captain. びっくりした、なんか急に尻尾生えてるのかと思った。The desert? あれ？ Doing nothing but recon's gotten me out of shape. But thanks to your recon, we know Miranda's plan. Couldn't quite believe it when I heard you turn yourself into Mia, though. Taking five shots to the head's nothing to sneeze at either. これつけてるから、中にチュイーンって入っていくやつがあるのか。あ、オッケーオッケーオッケー。理解した理解した。アンプ、マイク、じゃあ行きましょうか。このまま進んでいこう。まあ、適当なところまで進んだら一旦ちょっとクリス編も長い、長くはないけど、ワンパートでやるのに長くなっちゃうんで、まあ、切ってやっていこうか。しっぽっぽり、ぽりのムキムキやな、こうだ。シーバー、こういう体になりたいよね。お月様が綺麗です。狼男が出てくるには、いい景色だな。Hey, Alpha.でここに金婚が挑みます。こいつらがあるんだね。バイオ9でこの BSAA が BOW を使っていた理由っていうのが何なのかっていうのが明らかになっているので、そういう落ちになってるのかね。First, we're gonna have to take that thing out. まだ一度からつけないと。Got your back, boss. お城もすごいあれだよ、ね。これはあれだから、マザーミラーにこうしてどんどん。Roger.うにょ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 うしてるね。気が消えたり消えなかったりしてるけど、向こう側の方に行って、あっちが湖の方なのかな。まあ、いや、行きましょうか。どこまでやるかだよ。Made contact with a group of hostile biomass. はい、OK。There's more than we thought. Watch out. あれ、あ、OK じゃなかった。OK。まあ、無限に使ってるから、そうそうにやられることはないんだけど、なんだよね、30発って意外と短いし、あれもいなかった。あ、いたね。あとね、意外と30発短いのと、あとリロード
にちょっと時間がかかりめなんだよね。かかりめに行ってなんだよな。物資を支給してくださってどうもありがとうございます。おちょっと待って、今の何もっかい。あれ、もっかい。あれ今なんかめっちゃ飛んだよね。あれ飛ばない。え、さっきの一発目の何だったんだろう。めっちゃキョイーンって飛んでたけど。2ガード、ヒビ2人。 Don't get cocky. OK, カーピー。何だ、やっぱガチャコーンってしたけど。で、あ、もしかしてこれも開けとかなきゃいけなかったとか。開かねえし、開かない残数。裏が見えてる。さあ、じゃあここをガチャコーンと開けて、でまた、またミラと何をするんですか。うにゃーっつって、うにゃーっつって、はい、下からニョキッと入ってくるざんす。これもう出てくるんだったっけ。あ、出てこない。あれ出てこないと。あっちか、出て行きたい。あ、行った行った。おお、こっちか。下から出てきた。上からも入ってきた。交代しながら。で、一体目撃か。おらら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 ら。まあ、クリス編は残念ながら物資が支給されすぎてあれなんだよね。はい、オッケー。物資が支給されすぎて、残念ながら、敵は倒れたときにね、アイテムを落としてくれないんだよな。まあ太くて硬そう。硬くはないか、うにょうにょしてるからな。太くて長いお付き合いってな。ここ特にないか。ね、まあ、かつて来たフィールドだからな。ここちょっといろいろないのかなって気になったりするんだけど。Damn it, pass blocked. いや、いけるやろ。その程度だっていけるじゃろうに。燃えながら行くことすら可能だとは思うんですが。まあ、無理とおっしゃるので。Hey, boss, it's me. どうも、隊長、俺だ。Roger. Tundra here. Leaving some supplies in one of the houses, captain. でいいのかな。Help yourself. 相変わらずやっぱドアは開かないと。どうしようかな。キュイーン。うん。うん。あ、ちゃんとつける操作と外す操作っていうのが。I can't let this mold spread.これ BSA だよね。そうだね、BSA って書いてるね。よし、じゃあこっからまた猛攻が激しくなってくると思うんですけど、まあ、ちょうどいい区切りのところまで来れましたんで、一旦じゃあこの辺りで終わりにしましょうか。全然開けることができない。あ、撮ってないはずなのに写真がなくなっている。おかしいね。0807。はい。ということで、まあ、区切りがいいところまで来ましたんで、この先ね、ちょっとパートを区切ってやっていきたいと思います。ということでね、本日の動画、最後までご視聴どうもありがとうございました。また次回パートをお会いいたしましょう。チャンネル登録ボタンとグッドボタンもよろしく。バイバイ。